お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、今週も、はい、今日で終了いたしました。はい、ありがとうございました。うちの店は明日、はい、明後日ですね、月曜火曜日と定休日をいただいて、はい、水曜日からの営業ということですけども、はい、なんでしょうね。まだね、ちょっと今日はお客さんがいて、いらっしゃいますからね。そうなんですよ、まだね、ストレートパーマの、うん、放置時間のお客さんがまだいらっしゃるので、はい、いつもとは違う場所での撮影となっております。そうですね、個室でこっそりと撮影しておりますが、はいはい、まあまあまあね、もう10月も半ばに入りましたし、あっという間にもう年末が来るなっていう感じですね。はい、そうですね、今日はね、暖かかったですけど、うん、まあ、明日明後日はなんか天気が悪いらしいので。そうみたいですね。そうそう、秋はね、結構天候が変わりやすいですからね。確かに、明日明後日雨っぽいですからね、うん、ちょっとね、お休みなのに残念ではありますが、はい、まあそれも仕方ないなと、うん、思います。はい、まあ、今日もお客様もね、まだ、あ、ちょっとお待ちなので、うん、ちょっと今日は短いですけども。そうですね、私あとですね、はい、2分でシャンプーされるその間にパッとちょっと今撮っておりますが、うん、はい、そんな感じで、まあ、また来週またゆっくりと動画をお届けしたいと思いますので、はい、今日はこの辺でちょっと失礼させていただきます。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。